ラウンド1で6位でした。フランスのスタニック・ジャネット。トルグ・ホーパン、曲はソロです。不思議な動きのこの状態、その状態の使い方がジャネットの一つの特徴。最初に4回転を予定していますが抜けました。ダブルですね。トリプルアクセルからのコンビネーション、トリプルアクセル、コンビネーションにはなりませんでした。ダブルルッツ、昨シーズンからフランスのチャンピオンになりました23歳のスタニック・ジャネット。このスピンが一つ魅力です。怪我で欠場したエルドリッチに代わってこのファイナルへの出場。ショートプログラムは4位のスタートを切りましたが、ラウンド1のフリーで6位。トリプルアクセル、ダブルトーループ。ここでコンビネーションに結びつけました。まだ3回転のジャンプは決めていません。ダブルルッツ。トリプルサルコ、ようやくここで3回転のジャンプ。トリプルトーループ、トーループも3回転。来年のオリンピックに向けてフランス期待の選手、スタニック・ジャネット。ジャンプがもう一つ決まりませんでしたが、しかし独特のこの世界を作り出しました。
まあ、前半 の、 ジャンプが、ね、決まらなかったのがちょっと、ね、響きますね、はい、ただ途中中盤スローのパートに入りまして、約30秒何もしないで滑るところがあったんですけども、その間に気持ちが、ね、切り替えられて後半のジャンプが決まってきたんだと思います。あ、トリプルアクセルは比較的高さもありましたね。まあ、ちょっと高さが逆に出すぎてですね、回転を、が多く回りすぎたっていう、そんな感じですね。あ、そういうこともあるんですね。はい、スピンのポジションとか非常にいろいろ工夫されてましてね、はい、面白いスピンでいいと思います。またこういうポジションを作るとですね、結構息ができないので苦しいですね。あ、それとこの上体の動きというのもなんか独特ですね。そうですね。まあ、エルドリッチの欠場によって掴んだチャンス、このファイナルでの演技というのは今後結びついてきますね。そうですね。さあ、そのスタニック・ジャネットの得点が出ます。最初にまず技術的な評価です。テクニカルメリット、まあ、やはり前半のねちょっとミスが響いちゃいましたね。そうですね、なかなか3回転のジャンプを決めることはできませんでしたが、下のプレゼンテーション、表現力の方は点が上がりました。さあ、この後のゲーブルを待ちます。 5-3. 5-4.